繁華街にほど近い交通量の多い国道上で男性が軽乗用車に跳ねられました事故があったのは旭川市四条通り6丁目の国道12号です昨日午後8時前道路を横断していた男性が右から直進してきた軽乗用車に跳ねられましたこの事故で男性は頭などを強く打ち意識不明の重体です男性は20代とみられ 警察が身元の確認を進めるとともに、軽乗用車の83歳の運転手が、歩行者に気づくのが遅れたとみて調べています。